イオン赤市ショッピングセンターは、兵庫県赤カ市大久保町にある、ショッピングセンターである。イオンモール株式会社により運営、管理されており、イオン赤市店と赤市ビブレと専門店で構成されている。旧名称マイカル赤市、JR 神戸線を大久保駅の南に位置する。同駅と直結しており、さらに国道250号にも面していることから、交通の便が良い。 施設自体は、新興不動産が所有しており、イオンモールは全館にわたり入居する形となっている。この地にはかつて、神戸製工所、大久保事業所北用地の工場があり、やがて閉鎖されると、大久保大津タウンという新興住宅地が構想、造成された。元株式会社マイカルが開発したマイカルタウンを2011年3月に、イオンリテールが、吸収合併した。 一番街二番街三番街五番街の四館で構成されており、各館はペデストリアンデッキで結ばれている。すべての店舗の一覧は公式サイト内のフロアマップを参照のこと。ただし、一番街の店舗は外部リングの赤シビブレの公式サイトを参照のこと。二番街のフードコートにはマイカルとナムコの共同でラーメンテーマパーク、 赤白アーメンハトバが2003年12月5日にオープンしたが2008年8月31日で営業終了。神戸クックワールドビュッフェは2018年6月30日で営業終了。跡地には米田コーヒー店など多くの飲食店が入店。また同じく2番街にあるコナミスポーツクラブ赤カシオはかつて マイカルグループが展開していたフィットネス事業部門がコナミに売却されたものである。ありがとうございます。